地田市のスカイライン新米湖海岸、新米湖マリンパークのブルーサンビーチ7局湖用紙群、A 群3号溶岩の名所である、総理池ー田市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 千田市は愛知県の千田半島の北西部に位置するし、名称は千田国や千田半島に由来する。地域の大半が標高20メートルから70メートルの丘陵であり、丘陵を刻む谷及び海岸に沿って古くからの集落や市街地が発達している。高度経済成長期以降には丘陵地に筒子が丘などの団地が造成されている。山地河川故障このほか。 たくさんの農業用ため池がある。2019年度当初、予算案西千田総合病院千田郵便局、千田岡田館郵便局千田市立中央図書館、海外2005年に開催された愛知万博では、一市町村一国フレンドシップ事業が行われた。千田市は、カタールとツバルをフレンドシップ相手国として迎え入れた。国内千田火力発電所愛知用水の開通因後には、 内陸部で農業が盛んになり、吹き、ペコロスなどを生産している。沿岸部の工業地帯には発電所や製油所などがある。中継局、朝倉駅新米湖駅総理大橋市の西部には、常波線が通り、東部には、工場線が通る。路線バス運行事業者は、下バス。高速道路国道剣道台、相業自運自治下のダルマ字。 太閤寺岡田の町並み岡田春祭りちたもめん、冬ちゃん、市のマスコットキャラクター。1990年に、下市の市政志向20周年を記念して作られた、梅子、総理池に咲く梅をモチーフにしたキャラクター。当初は、道地で開かれる、梅祭り会場で配られる地図のイラストに過ぎなかったが、志向人キャラクターとなり、 着ぐるみも作られ、市ふるさと観光大使にも任命された。ありがとうございます。